ふざけた命令しやがって。当初の兵団拠点作りの作戦を放棄して森に入る巨人を食い止めろだと？目的も何もわかりゃしねえ。ジョン、それじゃどうするの？どうするってそりゃ命令に従う。巨人を森に入れない。お前もそうするべきだと思うんだろう、アルミ。何やら分け知り顔だが。 そもそも作戦の本当の目的が何であれ、団長はもっと多くの兵に作戦を教えておくべきだったんじゃねえのか。こんなやりかた、余計な死人を増やすだけだろうか。いや、団長は間違ってないよ。非常かもしれないけど、僕はそれでいいと思う。ジャン、僕は大して長くも生きてないけど、確信してることがあるんだ。 何かを変えることのできる人間がいるとすれば、その人はきっと大事なものを捨てることができる人だ。化け物をもしのぐ必要に迫られたのなら、人間性をも捨て去ることができる人のことだ。何も捨てることができない人には何も変えることはできないだろう。前方より巨人接近。行くぞアルミン。 巨人接近。ここで食い止める。各員戦闘開始。ついてきてくれ。私も行こう。森の入り口の守備は防衛班が担当する。各班は防衛班に近づく巨人を排除せよ。迷惑かけてごめん。巨人を森の中に入れなきゃいいんだ。防衛班がやられて巨人が森へ入ったら僕らの負けだ。死守しないと。 怖くなんかないぞ。巨人が森の入り口へ接近。狙い通り。役に立てた。負けるもんか。こんな場所じゃ立体起動装置が活かせねえ。召喚。どういうつもりだ。 敵はなんとかやっつけたぞ。報告、巨人の大軍が接近中。現在索敵班が足止めしています。迷惑かけてごめん。まだ時間はある。他にできることはないか。
げるわけにはいかない。誰か援護を。手を貸すよ。どんどんやってやる。頼んだよ頼んだよ。分かったぜ。私も一緒に行くよ。ああ、助かる。よし、行こうぜ。あっちは苦戦してるみたい。負けるもんか。頼んだよ頼んだよ。分かった。行くぞ、新兵。はい、やりますよ。援護行け。ここは俺たちに任せろ。はい。おいクリスタ、お前についていくよ。あの縁だ。助けに行かなきゃダメか。できんの。頼んだよ。分かったぜ。くそ、負けてたまるか。新兵、無茶するなよ。やったぞ。作戦艦が突破されたようだ。巨人が来るぞ。ありがとよ。
ン巨人を一匹も森へ入れるな死せよやったぞっ負けるもんかダメだろ分かったぞ飛行士だ俺たちを無視して森へ向かっていくまずい止めなきゃダメだろやっや分かったぞ負けるもんかすまねえなここは俺たちの班が守っておくああ頼んだよ分かったぜこれもらっていくあっちは追い詰められてるみてえだかかってこいアホごめんもらっていく巨人め来やがれクソ本当の作戦はまだ終わんねえのか僕だってやってやる頼んだよ頼んだよ分かったぜクソ鬱陶しい巨人がだが援護を頼むああ、任せてくれ分かったぜ行くよやっできた頼んだよ頼んだよ分かったぜ行くよやっできた頼んだよ頼んだよ分かったぜ行くよ頼んだよもらっていくはずだよライナー怪我がなさそうでよかったライナーここは私たちに任せて欠員が出た班の援護に回って了解ですクリスタ俺もお前らに同行するぞライナー大丈夫無事だったのできた任せた結婚しよう精鋭班が足止めされてる誰か援護味方のいる班か彼らと合流できれば私は入り口の守りを固める。ああ頼んだ。
ヤバそうな巨人が出てきたぞ。やつを森に入れちゃダメだ。止めないと。補給班、巨人と交戦中。補給物資の運搬中に襲われるなんてまずい。援護してくれ。ベルトルト、今助けるよ。これで任務を果たせる。負けるもんか。ダメだよ。分かったぜ。やったぞ。ダメだよ。分かったぜ。物資配置完了。僕だってやってやる。頼んだよ。分かった。頼んだよ。分かったぜ。地に強力な巨人が出たのか。こんな時に。負けるもんか。頼んだよ、頼んだよ。僕だってやってやる。やったぞ。頼んだよ。
僕だってやってやる。頼んだよ。分かったぜ。てめえ、びっくりしたじゃねえか。エルヴィン、匂うぞ。方角は全方位から多数、同時に。なんだこいつら、一斉に森の中に。おいてめえ、さっき何かしやがったな。巨人を死守せよ。
士側に集結し陣形を再展開。カラネスクに帰還せよ。やられたよ。なんて面だ。てめえ、そりゃ敵には全てを捨て去る覚悟があったということだ。まさか自分ごと巨人に食わせて情報を抹消すると。俺の班のところへ戻る。奴ら、そう遠くへ行ってなければいいが。待て、リヴァイ。ガスと刃を補充していく。時間が惜しい。十分足りると思うが。命令だ。従え。了解だ、エルヴィン。お前の…エルヴィン、どうしてリヴァイに補給させたの？時間がない…以前、君が言っていた推論を思い出したからだ。超大型巨人が消えた時、中身は立体起動装置をあらかじめ装備していたから、今回も同じことが言えると思わないか。女型の中身が我々と同じ装備をまとい、兵士に紛れ込んできた。